ワクチン接種が進むにつれ、アメリカでよく聞くようになった議論が、規定回数のワクチン接種が完了してもマスクを着用し続けるべきかどうか。CDC 疾病対策センターは5月、ワクチン接種が完了した人は公共交通機関などを除き、マスク着用の義務を原則解除すると発表。しかし6月下旬、WHO 世界保健機関は、感染力が強いインド型変異ウイルスデルタ株の台頭を受け、ワクチン接種が完了した人もマスクを着用した方が良いとの考えを示しました。一方の CDC はこれまでのガイドラインを変えず、地域の感染状況やワクチンの接種率などを考慮してそれぞれの保健当局が判断するように求めていて、さらに学校でもワクチン接種が完了した生徒はスクールバスに乗る場合などを除き、校内でもマスク着用は必要ないとのガイドラインも出しています。気温も上がり、ニューヨークの街ではマスクをしていない人の方が目立っています。 So I'm from the Midwest, but we're mostly inside, keep it off. The city I live in is over 70% vaccinated, so I feel pretty comfortable.You still have your mask on? Yeah. Why is that? Just to be extra safe, I guess. Doesn't hurt to wear a mask, you know? CDC says one thing, WHO says another thing, your school says another thing, New York says another thing. Are you confused? Very. That's why I have my mask on, because I don't know, like, what to do, so might as well just wear it and be safe.ニューヨーク市では公共交通機関を使用するときや、店側、雇用主が着用を求めているなど、いくつかの場合を除いては、ワクチン接種完了者はマスクをつける必要はないとしています。一方、カリフォルニア州ロサンゼルス郡のように、ワクチン接種の状況にかかわらず、屋内の公共の場にいるときは、マスクの着用を強く推奨すると発表するところも出ています。保健機関によっても、地域によっても対応に違いが出ていますが、実際、医療従事者はどう考えているのでしょうか。これまで番組に協力してくれたことのある3人の医師にそれぞれの意見を聞きました。ワクチン接種完了者はマスクをつける必要があるんでしょうか。結論から言いますと、イエスノーで言えばした方がいいと私は思います。基本的にそのマスクをするっていうのは、この感染症予防の一番いい予防というかですね、自分がかかるというよりは、今言われているマスクというのは基本的にサージカルマスクとか布製のマスクだと思うんですけど、基本的に人にうつさない、飛沫を飛ばさないという意味で非常に効果のある、予防グッズですから、やはりその依然として感染症のレベルとしてはですね、特にアメリカはそうですけれども、高いレベルで、大きく高いレベルで維持されてますから。CDC が言ってますように、ワクチン接種に完了して、そして2週間経って、そしてもう、いわば古いワクチネイテッドと言われる方々は、マスクをしなくても、感染するリスクというのが非常に低いので、いいのではないか。その状況にもよると思うんですね。地下鉄か飛行機の中だとか、そういうところ密集して長い時間、人が密集するようなところでは、マスクをした方がいいと言ってますけれども、それも、いわばワクチンを接種した人のためよりもワクチンを接種されてない方への感染を防ぐというためだと思います。基本的には場合にもよりますけど、マスクを、しなくてもいいケースもあります。今アメリカで打てる、コロナワクチン、ファイザー、モデルナ、あと1回打つジョンソン・ジョンソンのタイプは非常に効果があるからなんですね。で、ちゃんとシリーズをコンプリートしたら、そのコロナウイルスに感染するリスクが非常に低くなって、もし自分が感染してしまっても周りに感染してしまうリスクも低いというところで、比較的マスクがなくても安全になります。やはり一概には言えない問題のようですが、回答に共通しているのは、マスクをするのは自分ではなく周囲の人を守るためということです。マスクをすることによって多少なりとも自分を守ることはできるんでしょうか。サージカルマスクとか布のマスクとかは
N95 と違いまして、多少あの外部からのウイルスとか菌が自分に感染しないように多少は守られるんですけど、隙間があるので横からやっぱりそういう空気感染した感染分が入るリスクがあります。 N95 のマスクはしてる人がかなり守られます。で、本人がワクチン打ってると、打ってる本人はほぼかかったとしてもかなり軽い病気か、まあかかりにくいのは事実なんですけど、周りにまだワクチン打ってない人が多い、特に場所にいると、自分はマスクをしてた方が、もし自分に軽く感染してたとしても、それが相手にうつさないっていう、まあそういう意味があるっていうことですね。一方で、自分にもメリットはあるとの意見も。この前の冬ですね、インフルエンザ、毎年流行するインフルエンザっていうのが非常に少なくて、小児救急の方々でも、もうほとんどインフルエンザなかったと、見られなかったと、こんなことはなかったと言われるぐらい、まあ、ですので、マスクっていうものが非常に効くということは、他のウイルスでも、まあ、よくわかると思いますので、もちろん、このCOVIDでも同じことだと思います。で、ワクチン接種が 100% ではない、または接種したけれども完全に、効いてない可能性もなきにしもあらずなので、そういう場合にはもちろん数パーセント、リスクは少ないですけれども、それを守るために、マスクが、助かるという、助けになるというのはもちろんあると思います。まあ、感染力がかなり強いといわれるデルタ株なんですけれども、このデルタ株に関してもマスク着用が効果的であると思われますか？デルタ株、何株にしろウイルス全体というものに対して、マスク、そういうのは非常によく効くと思います。もちろん手洗い、そしてうがいとかそういうのも効くんですけれども、まあ、マスクというのは本当インフルエンザのが極力減ったように、すごく効果はみんなが思うよりもすごい効果はあると思います。WHO と CDC の間でも、指針が異なっていて、全米各地でも対応が分かれています。なぜ、ここまで今になってマスク着用についての意見が分かれるんでしょうか？WHO と CDC ではそのターゲットとするやっぱりコミュニティ、それからまあエリアが、まあ、多少違うかなということもあって、 WHO というのはやっぱり世界的な部分で非常に今急激に増えているとか、それからまあ変異株によってその非常にその数字の増え方が激しいとか、それからまあ医療状態ですねの危機、キャパシティの危機があるところに対して のコメントということになるでしょうから、まあ、そういった意味でおのずと厳しくなってくるだろうと思います。それからまあ CDC はまあ北米一般ということで、まあ、もちろんその、まあ、全米の中でも差がありますけれども、まあ、それのいずれにも当てはまるような形のリコメンデーションということになっていると思います。それからまあ米国全体各州でそれぞれ違うというのは、やはりそれ、まあ、これはまあポリティクスもあるでしょうし、まあやっぱり経済をどれだけ重視するのか、人々の生活をどれだけ重視するのか、まあ完全に医療だけでいきますと、やはりオーバーキルというか経済もね、影響出てしまいますし、まあ、あくまで CDC なり WHO のそういうリコメンデーションを参考にしながらですね、施策者の方々が決められることだと思うので、まあ、そういった意味で州によっても違いますし、まあ、地方のそれぞれのコミュニティによっても違ってくるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。ちなみに加納先生はオフィスに行ったり来たりするとき、外歩いていらっしゃるときに、はい、マスクはされてますか？もうスーパーマーケットとかに入るときにはやはりマスクをするようにはしています。ただ街を歩き回ったりして、あんまり周りに人がいないときはマスクはしてません。郊外の方とかはやっぱり街を歩いててもそんなに混んではいないので、そういう時はどっちかというとマスクをしてなくてもっと安心な気持ちがします。はい。でもその安心感も、まあ、どこまで完璧に安心できるかっていうのがちょっとわからないところで、時々ちょっと、まあ、考えてしまうんですけど、でも一つはそのワクチンをみんなどんどん打ってきて、最近マスクをしてない人がすごく増えてきた割には、ワクチンを打ってる人の中で COVID の病気が増えている
気配は全然ないので、それを見るとやはり時によってはマスクをしなくても安全じゃないかなというふうに思います。医師でさえ考えてしまうことがあるというマスク着用のタイミングですが、ニューヨーク内だけでもお店によって場所によって、変わるんですけれども、何を基準にマスクを着用するしないを決めたらいいんでしょうか。CDC のガイドラインにもそうよく読めばそう書いてあるのは、室内屋内に行くとき、そして、パブリックトランスポーテーションを取るとき、そして、多くの方々で、いわば、ワクチン接種完了してるしてない人が混ざる場合にはマスクをした方がいいと書いてありますので、なぜかこうみんなマスクしなくていいというところだけがこう大きくやっぱり前に出てしまって、だからもうどこでもする必要ないみたいな感じにはなるんですけれども、それはCDC の方もそれは取り違いだということは何度も言ってると思います。ですのでやはり、屋内、そしてたくさんの方々が集まるところではマスクをすることが一番、双方にとっていいことだと思います。やはり自分たちの身の回りについて非常にセンシティブになってですね、どれだけ人が混んでるのか、それから自分の周りでどのような人々が感染症になってるのか、もしくはその病気ですね、重篤な病気を持っている方がいらっしゃるのか、お子様がいるそういうパーティーに出てるんであればやはりマスクをした方がいいでしょうし、そういったことをですね、先ほどから、CDC、WHO が見てる観点と、それからそれぞれの、コミュニティですね、州なりのガバメントが言ってることとよく理解した上で、やはり自分で判断することが必要だと思いますが、一つこの時期に気をつけたいのはその熱中症とかですね、熱射病、暑い時には、やはりマスクを取って体温が上がりにくくなるように、気をつけた方がいいでしょうし、フレッシュエアをちゃんと深呼吸して、酸欠になったりしないように気をつける必要があるんじゃないかなと思いますけど、そういったさまざまな状況をよく考えて判断されたらいいかなと思います。